固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。つながってる、輝いてる、あなたの笑顔を夢見てる。テルミックは国内外の幅広いネットワークを通じて日本のものづくりを支えています。素敵な未来が待ってる、テルミック。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りします。皆さんこんにちは、テルミック社員のリンリンです。こんにちは、同じく社員のノンノンです。できましたね。とうとうできましたね。今日は刈谷本社の新しくできたラジオブースからお届けしてます。めちゃめちゃ皆さんリスナーの方見えないですけど、めちゃめちゃギラギラしてます。そうそうそう、見ないのがね、残念ですね。まあ、でもこの情報は YouTube とか、あ、そうでしたね、あのコーポレートサイトのトピックスとか皆さん見てほしいですね。そうですね、あの時準備の時に段ボールで飛ばされてのんのん必死に走って取りに行った時ね。そうあの強風の時にね、段ボールと発泡スチロールが外に飛んでですね、2人で走りましたね。ああいうとこも写真撮れなかったけど、撮れたらね、そういうのを見てほしかったですね。誰にも見られたくなかったかなあれは本当にすごかったですね。そう、今日できるかちょっと分かんなかったですけど、無事できて、いやもう今日はあのラジオブースができて、初回のねゲストっていうこともあったんで、どうにか社長も田中社長も間に合わせて喜ばしたいってことで、もう完成しました。そう、もうねバーカウンターも最高ですね。あれそうですね、ちょっと長くなっちゃったんで、ちょっともうどんどん私も会社紹介しますね。あ、お願いしますね。はい、創業33年目の愛知県刈谷市にある鉄工所で主に金属部品を加工する製造業です。今では常滑、知立、県外には島根県松江市にも営業所があり、国内外とお客様を結ぶプラットフォームの役割を担う企業を目指しています。鉄工所というと男性が多いイメージがありますが、テルミックでは7割が女性。社員食堂がカフェ風だったり、オフィス、工場もとても綺麗なので、私たち女性も働きやすい会社です。今収録しているスタジオは刈谷市にあるテルミックのラジオブースです。 YouTube で番組収録の様子も動画配信いたしますので、皆さんぜひ見てください。詳しい情報は番組の最後にお伝えしますので、最後まで聞いてください。この番組は固い会社の固くない話というタイトルにもあるように、鉄という固いものを作る製造業の私たちが面白いものづくりをしている人をご紹介したり、製造業ならではの楽しいお話をご紹介する固くないラジオ番組です。鉄工所のイメージがガラッと変わるお話を通じて、リスナーの皆さんが製造業をより身近に感じていただけたらと思っています。もちろん同業者の皆さんはぜひ聞いてくださいね。ただいまお送りした曲はメガリューでデイバイデイ、聴くと新たに頑張れる気持ちになれるとのことです。ラジオネームグレープフルーツさん、リクエストありがとうございました。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミックがお届けするテルラジ。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りしています。ものづくりの固くない話。このコーナーでは製造業にまつわる人やさまざまな業界の方をゲストにお招きし、業界ならではのお話や新しい取り組みなど、テルミック田中社長とクロストークをしていただきます。ここからは田中社長にも登場していただきましょう。田中社長、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。社長です。今回のゲストさんは愛知県あま市に本社を構える株式会社山田製作所代表取締役山田秀人さんと常務取締役山田剛さんです。山田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では社長、山田社長から
ご紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、山田製作所は愛知県あま市っていうところにありまして、名古屋の西側12キロのところにあります。山田製作所は今中量産の検索加工メーカーとして会社を経営してまして、うん、ロボットだったりとか、あと造船だったり、あと農業機械だったりとか、そういったようなものの精密部品を加工しております。はい、山田製作所の山田、剛と申します。私の兄が10個離れた社長 でして、まあ、弊社まあ、中量産の検索加工をしている会社なんですけども、はい、特徴としては働いている方の、スタッフが、ね、7割近くが女性ということで、うん、まあ、検索加工って結構職人的なお仕事っていう、うん、イメージがあるんですけども、まあ、弊社では女性が主力となって、はい、活躍している会社になります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はご兄弟ということで、はい、どうやって呼びましょうか。どういうふうにお呼びしたらいいですか。社長と常務、常務ですね。いいですか。で、はい、田中社長ですね。わ、はい、かりました。はい、このね、山田、製作所さんはね、はい、愛知県でもね、すごくとっても有名な会社なんですよ。よくね、聞きます。そうです、ね、私とリンリンがね、はい、ちょうど1年前に会社見学に行きましたね、させていただいて、はい、ね、ものすごい有名な兄弟でね、頑張ってる。現場にも女性の方が多くて、若い女性の方が多かったですね。うちとよく似てる。そう、うん、7割が女性でっていうところも似てるんですね。食堂もすごくおしゃれで、5年前ぐらいにてるみくさんのホームページ見させてもらって、うん、はい、で結構もう5年前ぐらいからずっとホームページを見ながら、すごい会社があるなって思って、で結構真似した部分がすごく多くてですね、どんどん真似してもらってね、なんで追い越してもらって、同等の常務の方は、はい、ホームページの VR とかをもう毎日1回見るのがルーティンになってました。だいぶ変わりましたね。VR からは、いや実は前テルミク自社主催セミナーで、うん、お二方申し込みしくれて、突然電話があったんですよ、うん、山田社長から、うん、電話があって、セミナー僕申し込みしたんだけど会社見学はないの、工場見せてくれないの、会社が見たいっていう話があって、あ、会社見学もしていただきましたよね。すごい熱い思いがあって、すぐ社長にこういった要望があるんですけどどうしましょうかって言ったら、そんなすぐに聞いてあげてって言って、社長がね、田中社長が直々にセミナーの前にお二方を案内して、もう多分見る前から工場の配置まで全部把握してたぐらいのすごいですね。毎日見てますからね、私。本当にすごいです。会社訪問いた時もいろいろ話を聞いたりとかすると、すごい見られてるなっていう。そうですね、本当に ね。でもね、まさしくね、これが相乗効果ってやつ、ね、いや本当そうだと思いますね。そうそう、どんどんやってることをね公開して、うん、真似していただいて、皆さんがこうね、で製造業を盛り上げていこうと、正しく思ったことがね、やってくれて本当嬉しいです。社長のね、ものづくりのはエンターテインメントで、なんかその、ね、ビジョンが弊社のやっぱりものづくりをかっこよくしたいなっていう思いがありますんで、うん、そういったところに共感して、はい、そういうなんか製造業のイメージをガラッと変えていきたいなっていうのは、いつも思ってます。そうそう、今日ねこのラジオブースもね、新しい第1号としてね、お呼びしたのも、うん、まあ、そうですね、そこだったんですよね。この刺激があるのをね、見てほしくて、すごく製造業ってこんなことやるんだって思わないんでしょ、うん、だけどラジオやったりね、 YouTube やったり、うん、TikTok やったり、はい、いろんなことやって、わ、面白いと思って若い子たちがどんどん入ってきてくれるとね、うん、もうおじさんの業界になっちゃってるんで、もう私もおじさんですけどね、54ぐらいにしか見えないけど実は55になっちゃいまして、もう若い人たちが見えやすいよね、どうでもいい話なんだけど。そうですね、1月でそうなりましたね。そうなりましたね。だからもう若い人がどんどん入ってきてくれるといいですけどね、女性をこう現場で女性をこう採用しようって思ったきっかけみたいなのとかあるんですか。やはり従来の山田製作所ではやっぱりずっと職人かたぎの仕事をしていて、やはり職人さんの肝骨で仕事してたっていうところが多くてですね、もうその人でしかできないっていうような仕事の仕方をしてたんですね。ただそれをずっと会社をやっていく上で、まあ、継続性がないということで、
まあ、女性社員積極的に登用して、うん、まあ、職人さんをある意味もう手の上で転がすじゃないですか、まあ、そういった形でこう、アウトプットさせてですね、まあ、そういったものをどんどん標準化していくっていうことで、うん、まあ、そういうきっかけが、まあ、女性の方がやっぱそういうのを引き出す能力が高かったということで、うん、積極的に採用させていただきました。何年前ぐらいに、10年ぐらい前に、そうですね、10年、採用の方が進めまして、で、まあ、定着し始めたのが、まあ、5年ぐらい前から、まあ、男女比率今7割近くが女性社員なんですけど、まあ、大体その逆転してですね、今は、はい、現場でも半分以上が女性の方が検索加工している。今でこそこう普通になってきてるんですけど、はい、本当に20年前だと職人が背中で覚えろみたいな世界だったので、そんな印象ありますね。そうなんですよ。だからそれがなんかもう僕が入った時からも意味が分からなかったというのがあって、で、まあ、実際10年っていうか15年前ぐらいからそういう女性活現場の方にも女性の方が活躍してもらえるようになってたんですけど、やっとこのコロナになって3年ぐらいでやっとなんかこの女性活躍っていうのがなんか普通のイメージになってきてるんですけど、それまではもうちょっと全然また違う世界だったなっていうふうに思います。でも山田社長は今この山田製作所さんに入社された時ってそのような思いがあるってことで、うん、そうですね、これを変えるのに結構苦労された点とか、なかなか周りを巻き込んだりするのとかって大変ではなかったですか？まあ、とりあえず書類をなんか一箇所に集めるだけでも毎回反対されるみたいな、机の中にしまっていきたいみたいな感じの世界だったので、なのでもう何やるにも全部反発あるんですけど、田中社長と一緒で同時多発でいろんなことやるとですね、だんだん人間って麻痺していくんだなっていうのを思っててですね、 なので一気にもう、ま、一気に同時にいろんなことを変えちゃえば変えやすいっていうのが分かってですね、よくねそれ言われる、どっちが優先ですかってよく言われる、やっと同時に、うん、そうなんですよ、どっちも順番に決められないので、なるほど、そうなんですよ、一気にもう気づかなくなってくるんですよ、だんだん麻痺してくるので、カメラがつきましたとか、あと IoT をやりますとか、そういうのがもう一気にやってくると、もうそれが当たり前、多分テルミキさんもそんな風だと思うんですけど、もうそれが当たり前なんですけど、他のところだと一個一個がクローズアップされちゃうので、あ、確かに、そうするとやっぱり変化に敏感になっちゃいますよね。そうすると、なるほど、ね、女性をね上手に使える会社ってね、やっぱりね会社が伸びていくんですよね。で、女性、製造業の女性ってあまりもともとないじゃないですか。だから女性を入れることによって会社がこう勉強させられるんですよね。なるほど。だって産前産後休暇なんて知らなかったもんね、我々ね。そうですね。昔はあってもなかなか活用が難しかったですよね。しちゃいけないとかね。で、男子と女子のトイレを別々にするだとかね。隣に課長が入ってくるだけでも嫌な、やめてっちゃうような子たちばっかりなんで、そういうのを一つ一つこう洗い出していくといい会社になる。だからすごく勉強されたってことですね。苦労も多かったんですね。そうですね。でも私以前のんのんと一緒に山田製作所さんに訪問した時に、常務からいろいろ話を聞いた時に、すごい山田社長と田中社長似てるなって思ったのがあって、まあその同時に何かをやるっていうのもそうなんですけど、一番は常務がおっしゃってた、社長がなんかプライベートでショッピングするときに急に写真送られてくるでこれどういうことだろうっていうふうに、多分こういうふうにしたいのかなって、まあ、クイズですよね、本当に、はい、こういうことですか、いや違うみたいな、こういうことでいいんだよねってそうだみたいなやり取りがあるっていうのを聞いたときにすごいあれ印象的で、田中社長ね、なんか飲食店とかですね、あと女性の服屋さんとかの写真とかのこうモニュメントとかを撮って、それを一方的に何のコメントもないですねあれです、某ハンバーガーメーカーのその IoT システムとかがモニターとかだけ送られてくる、ドミノピザのああいうモニターとかねそれ社長がよくやるよくそうやる URL だけポンって送るあとこう照明とかね、雑貨さん照明パシャって撮って、こういう配線しろってことなのかなとか、ね、最近女性の営業スタッフにも送るようになって、被害者の会受け付けたりもしないですけど一方的に送り続けてますけど、送ってそれで帰ってくる従業員の多いんですか？これ連想ゲームなんです。これ共感してくるかどうかを待ってるんですけど、これそれに響くか響かないかっていうのを待ってるんですけど。そういう意味で送るんですか？僕は兄弟なんでなんとなく言わんとしてることが分かるんですけど、まあ女性社員にとってはなんだこの写真はって思っちゃいますよね。どうしても。なるほどね。ただそれがゆくゆくその IoT のモニターになったりとか、その AGV とかの搬送の
発想になったりとかですね、はい、そういったところにつながってくるっていうところで、まあそういうイメージ、我々もね、うん、あの山田社長と LINE の交換で、あ、ぜひ写真を送り合って、ね、いいですね、お互い連想ゲームです、ね、多分これでもう連想ゲームが止まらなくなるので、そうそう、お時間ですね、もう、はい、そろそろお時間となってしまったんですけれども、ここで山田社長に1曲リクエストをお願いしたいと思います。はい、ただただテンションが上がる曲です。ペプラーでウィンウィン。では山田社長、田中社長、ありがとうございました。山田常務、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。型にはまらないテルミックの挑戦物語。このコーナーでは、創業30年以上となるテルミックがこれまでに新しい事業として挑戦してきたことや、今だから話せる失敗談などを多くの経験を重ねてきた役員の皆様にご登場いただき語っていただきます。今日はどんなお話が聞けれるのか楽しみですね。はい、それでは登場していただきましょう。長谷川取締役、お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。長谷川さん、緊張してないですか？大丈夫ですか？いや、緊張してますね。あ、そうだ、のんのん、今日は 何月何日？2月1日田の老子の日と長谷川さんの誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。長谷川取締役、いくつになられたんですか？39歳ですね。30代最後ですね。そうですね、38歳に見えて39歳だそうですね。なるほど、見えないな、39には。見えないですね、もっと ね38ぐらいに見えます。そうですね。じゃあ長谷川さん、今日 どんなことについて話していただけるんですか？ですね、今日はですね、常滑工場、作った際の、まあ、スマート工場化への道っていうことで、まあ、そこまでの、まあ、生い立ちというか経緯っていうのをちょっと話させていただきたいなと、はい、思ってます。聞きたかったですね。はい、まあ、常滑工場2020年の2月に竣工してるんですけど、はいはい、まあ、一番最初にこの話が上がった時ですね、まあ、2017年の秋頃だったんですね。営業所ができた年にってことですよね。そうです、そうです、うん、2017年竣工して、事務棟が竣工して、うん、その後ですね、あ、もうすぐ工場をここに建てるっていう、もうそのつもりで買ったっていう感じですか、あの土地は。そうですね、社長からはそのように聞いておりまして、うん、まあ、この2017年の秋ごろに、まあ、今期の年商が20億前後の着地予想になることが分かってですね、まあ、この先の売上増加に伴う受け皿として常滑営業所の横の土地を購入して工場建設っていうのを社長は決意して進めてます。最初は、今の取締役の掛けと中川と一緒に始めてるんですけど、打ち合わせ始める当初は、まあ、売上が10億から20億っていうところで倍になってるんで、うん、まあ、皆さんいろいろと組織作りだったりいろいろなことで忙しかったんで、まあ、最終的には、まあ、メインで担当するようになったんですけど、うん、当時だって長谷川取締役いくつですか？そうですね、33、34歳ぐらいですね。33歳34歳の時にそんな10億規模の投資の工場をメインで、私だったらちょっとできないですね。もう無理ですね。まあ、あの頃の社長の合言葉が全部同時にっていうものだったんで。そうですね、まあ、他の営業所だったり同時に作ってると思うんで、うん、でも今こう年間でこう1000社とかが来る工場になったわけじゃないですか、スマート工場として、はい、最初はこう長谷川取締役はどういう感じでこう進めていったんですか、うん、工場を作るにあたって。まあ、社長からはですね、まあ、今後売上を50億60億80億100億っていうのにしていくには、まあ、その物流をさばく受け皿となる工場が必要ということと、うん、まあ、あとは事務棟がすでに出来上がってたんで、うん、その2階の事務棟と新工場の2階を渡り横でつなぐ、あ、この2つは言われました、うん、なるほど。あと分からなかったんですか、例えば DX とか IT とか。まあまあ5年前なんでまだ DX っていう言葉はまだそこまで浸透してなくて、確かに、まあ、IoT を駆使してっていうのは あったんですけど、うんうん、まあ、その時にテーマに掲げたのは、まあ、省人化っていうところで、はい、まあ、その前は、倉庫で、まあ、倉庫というかデポというところで作業してたんですけど、うん、まあ、そこはもうマンパワーで、管理していたので、まあ、そこから人の管理ではなくて設備の自動化を進めて、はい、まあ、仕組みだったり制御システム制御で
管理をしていって最終的に精進化を図るというコンセプトで進めました。いやもう聞きたいことがいっぱいいろいろありすぎるんですけど、うん、ちょっとここでねもう時間が来てしまうので一曲ちょっと長谷川取締役にリクエスト曲をお願いしましょう。はい、バンプオブチキンで天体観測お願いします。はい、ありがとうございます。はい、長谷川さんありがとうございました。ありがとうございました。エンディングですね。どの、はい、今日は山田製作所さん久しぶりにお会いできましたね。約 1年ちょいぶりですかね。でも途中でセミナーで常滑の方に来ていただいてるのでまたあのコラボとかね、うん、今後 YouTube とかでそうでしたいですね。山田製作所さんと今年度中には絶対コラボしましょう。はい、はい、この番組では曲のリクエストも募集していますのでこれをかけてほしいという方はどしどしこちらまでご応募ください。応募方法はピッチ FM 公式ホームページのリクエストメッセージフォームよりご応募ください。またオープニングでもお伝えしましたテルミックのお届けするラジオテルラジの情報は弊社公式ホームページでもご紹介しています。YouTube、Twitter でも随時配信していきますのでぜひフォローお願いします。オンエアが聞けなかった方は過去の放送回の配信も行っております。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music のアプリでスマホやタブレットがあればどこでも聞けます。こちらもぜひお気に入り登録をお願いいたします。固い会社の固くない話、ものづくりのエンターテイナーテルミクをお届けするテルラジ、お相手はリンリンとノンノンでした。また来週。さようなら。つながってる、輝いてる、あなたの笑顔を夢見てる。テルミックは国内外の幅広いネットワークを通じて日本のものづくりを支えています。素敵な未来が待ってる。テルミック。テルラジは株式会社テルミックの提供でお送りしました。